2010年6月11日、0時35分。私は見た、不幸な結婚式すれ。新郎の A 君側で出席した結婚式の話。新婦 X とは初対面のはずだったが、バージンロードで見てびっくり。先週、知人 B 君の彼女として紹介された女性だった。向こうも自分に気づいて、明らかにうろたえた表情。挙式と披露宴の間が空いていたんで、B 君の友人に探りを入れたところ、B 君と X は3年前から付き合っているとのこと。1年くらい前に、X に B 君の子供ができた時、B 君に、殺せ。と言われ別れたことがあったらしいが、堕胎後に関係が復活して今はラブラブらしい。いろいろな情報を蓄えてすっかり落ち込んだ自分は、結局、誰にも話せずうつむいたまま披露宴を終えた。新婦は開き直ったのか楽しそうに振る舞っていたが、自分と目を合わせることはなかった。ガリ勉タイプで誠実な新郎に教えてあげようかどうか迷ったが、とても言えなかった。何も知らない人にとっては普通の結婚式だったけど、自分にとっては恐ろしく不幸な結婚式だった。大変だけど、そこはそ知らぬふりをし続けた方がいいね。新婦から攻撃を受けないよう祈るわ。少なくとも B 君には教えてあげた方がいいんじゃないか。B 君はさすがに X が結婚したことを知ってるだろ。もし前から知ってると仮定するなら来週他の男と結婚する女を知人に紹介したことになるし、紹介後に知ったと仮定するなら大騒ぎになって B 君の友人の耳に入る。ってことで B 君は知らないにかける。B 君は知人と書いた通り、フットサルをするときに友達の友達として一緒に遊ぶことがあるくらいで、それほど距離が近くなかった。大親友なら打ち明けたと思うけど、そこまでの勇気は持てなかった。B 君は無職だけど超前向きで、能天気でまっすぐな性格。少なくとも、当時 X さんの結婚を知っているとは思えなかったな。スレミンさんの予想通り、B 君は二股かけられていると知れば大騒ぎしたと思う。その後自分は、A 君にも B 君にもその友達にも言えないことに自責の念を感じて、なんとなくどちらとも疎遠になってしまった。離婚したという話も聞かないので、A 君は幸せにやっているのかもしれないと思う。ああ、友達としては微妙な仲だったんだな。まあ A 君の現在の幸せを祈っておいてあげればいいんじゃないかな。報告者が新婦を紹介されてからの2週間の間に、3人、または2人の間で何かあったかもしれないんだし。ここに書き込んだことで、報告者は厄落としできたと思えばいいよ。2014年3月27日、21時38分。私は見た、不幸な結婚式すれ。私は結婚して3年になる主婦です。今日はちょっと愚痴を言わせていただきたくて、ここへ来ました。私には生後8ヶ月になる子供がいるのですが、私に血のみ子がいるという理由で、妹が結婚式に呼んでくれなかったのです。私と妹はたった2人姉妹、先方は6人兄弟だそうですが、結婚式に呼ばれなかった私は先方の兄弟の顔も知らなければ、ご両親はもちろん、親戚の顔も知りません。旦那も私も、後から妹が遊びに来た時に、あ、事後報告になりますが、私先月結婚式あげましたんで、血のみ子がいるお姉ちゃんたちに来られたら、他のゲスト様たちが迷惑するので遠慮してもらいました。ごくごく親しい身内だけで質素に挙式したかったんで、と言われました。ごくごく親しい身内に立った一人の姉は含まれていないのか。妹ひどい。ご両親は知らなかったの？妹の定義では、親しい身内に私は含まれていなかったみたいです。私たちの両親は参列したそうですが、当日になって私が誘われていないのを知らされたそうです。私も旦那も仲間外れにされた気分になっているのですが、これって被害妄想でしょうか？いや、普通は呼ぶよ。脳被害妄想ですよ。ありがとうございます。もしかして、こだわりすぎだったり気にしすぎの被害妄想かな？ってちょっと思っていたのですが、やっぱり被害妄想ではなかったのですね。もし子供が無理で遠慮してほしいって話でも、一度は相談してほしかったです。それにそうやって事前に相談してくれていたら、子供を一日だけママ友に預けるとかしていました。私が抗議すると妹は、そうやっていつも悲劇のヒロインぶりやがって、私が一流企業に勤めているパートナーと結婚したから悲願でるんでしょ。と言います。あの、相手の方にお目にかかったこともないのに、悲願も何もないじゃないですか。その時の妹の言葉が、私の心に氷のナイフみたいに突き刺さりました。とても悲しくて、なんだか情けなくて、ただそれだけでした。妹さん、なんだかお姉さんに敵意むき出しだね。お姉さん恨まれてんじゃないの？恨まれるようなことを妹にした覚えはないのですが、妹夫婦とは、向こうも距離を置いていますし、私たち夫婦も距離を置いて接していこうかなと思っています。聞いてくださって皆様、ありがとうございました。多分、勝手に嫉妬されたりなんだりしてるんだろうね。ひたすらにオツでした。2013年4月23日、11時31分、今までにあった最大の修羅場すれ。ちょっと微妙で修羅場じゃないかもしれないけど、フェイクありでどうか。
会社の飲み会で行った居酒屋で、なんかやかましい連中と一緒になった。酔っ払って騒いでるのかと思ったら、どうも連中の一人を吊るし上げてるようだった。人がたくさんいる中で公開処刑とか、空気悪くなる一方で周囲もイライラしてたんだけど、その標的になっているのが中高と一緒だった後輩 A だと、しばらくしてから気がついた。昔の面影がない A が、どうしてそうなったのか気になったので聞き耳立てると、中心になってる女が A のことを隠したに見ているらしく、こないだの契約はお前のせいでうまくいかなかった。と取り巻き連中と一緒になじっているようだった。後日 A に聞いたら、原因は女だったそうな。仕事失敗したなら致し方なしと思ったけど、さすがに場所が悪すぎるので、上司と同僚に断って声かけに行った。私。あれ？ A じゃん、久しぶり。こんなところで会うなんて。女。ちょっと、あなたいきなり何よ。人の言葉遮んな。A の知り合いの私こと言います。それにしても A、随分変わったね。元気な。今は大事な話の最中なのよ。部外者は早くあっちに行って。取り巻き一。女さんの言う通りです。部外者の方はよそに行ってくれませんか？こんな具合にしょっちゅうこっちの会話遮るから、無視して A を連れ出すことにした。よかったら、私と飲まない？お酒の席で仕事の話してても楽しくないでしょ？でも。とか不安そうにつぶやく A の腕掴んで、無理にでも店から脱出。その時の連中の騒ぎっぷりと、いなくなった後の悪口大会は聞くに耐えなかったと上司団。とりあえず連れ出しちゃったはいいけど、特に何かする予定もなかったから近場のファミレスに入って、話を聞いてみることに。まあ予想通りというか、胸クソ悪くなる話ばかりだった。失敗すれば必要以上になじられ、成功は、私のおかげよ。と女が横取り。しかもそこの社長が女の血縁だそうで、女の悪事をいくら訴えようと全く話にならず、それどころかさらに扱いが悪くなる一方だったらしい。最後には、俺が至らないから悪いんだ。って泣き出した A をなだめつつ、その会社がおかしいことを延々と説明し続けた。その後も何度も会って話をしていくうちに、A 自身もおかしいと気づいたらしく、なんとかその会社から退職し、他の会社への転職を果たした。なぜか女が辞めさせまいとごねたらしい。またしばらくして、A から大事な話があると電話で呼ばれていったら、結婚前提のお付き合いを申し込まれた。びっくりしたけど、A が真面目な顔してたから断れずに付き合って、交際して3年目に結婚することになった。ここまでなら、まあよくあるのろけ話で終わるんだけど、結婚式の時に最大の修羅場がやってきました。親類や職場の重役の方々がいらっしゃってくれて、幸せなムードの中、突如として招待していない女が取り巻き連れて乗り込んできた。女の頭の中では、A は私と結婚する約束をしていたのに、横からあの女が A を奪った、となっているらしく、泥棒猫、A を奪ったアバズレ、と散々かましてくれました。会場は凍りつくし、女のかけたジュースでドレス汚れたりと、もう結婚式のムードぶち壊し。女と取り巻きたちはつまみ出されたけど、会場の空気はどうにもならず不覚にも泣き出したら、A が司会からマイクをもらって、今までにあったことを笑いざらい話した。不審に思う人もいたようだけど、A の件以外も女はいろいろやってたらしく、表立って何か言われることはなかった。この件で激怒したのがうちの祖父。今は一線を退いたけど昔は腕の立つ人だったらしく、かつての人脈を使ってあちこちに手を回したらしい。孫娘の晴れの舞台を壊されたんだ。徹底的にやってやる。と言われた時は、あの温厚な祖父が、と心底驚いた。その後、祖父が手を回した成果は定かじゃないけど、女の会社が倒産。女自身もかなりの借金背負うことになったらしい。しばらくは女がストーカーとかして私たちの周りをうろついたけど、警察沙汰になったことでそれからも解放され、A子と夫と一緒に事の終結に喜んだよ。この度息子が生まれたので、今までの役落としかねて書き込み。ガラケーから対策をつ。もうテンプレすぎて何も言えねえ。今までは人のを見て、こんなテンプレみたいなやついるとかないわーって笑ってただけに、かなり衝撃受けたよ。ああいう輩は本当にどこにでもいるんだって、一生忘れられそうにないよ。ネタでもいいよ。外野だから面白かった。完全懲悪万歳って思ったけど当事者は大変だっただろうね。オツでした。報告者オツ、お子さんおめ。女って結局報告者の旦那のこと好きだったってこと？そんなひどいことしておいて。いざ当事者になってそれがよくわかったよ。見る分にはいいけど、実際に体験とか二度と勘弁だわ。脳みそが小学生から成長してなかったんじゃない？好きだからいじめちゃえみたいな。今まで何の苦労もなく親に守られてたんじゃ脳みそも子供のままだろう。ありがとう。女は夫を好きだったのか？そうらしい。警察でそれ聞いた時は、怒りで鼻へし折ってやろうかと思ったよ。実際は、単に夫を自分の言うこと聞く奴隷にしたかっただけなんじゃないかな。取り巻きもイエスマンしかいなかったっぽいし。
結婚式に取り巻きと共に乱入って。取り巻きたちは洗脳されてたのかね。夫の聞いた話では、学生時代からのお友達だったんですが、会社がなくなり彼女が借金背負った途端にこっちにすり寄ってきたんで、うへいってなったわ。そのストーカー女の外見スペック知りたい。前は、黙っていればおしゃれで結構美人でしたが、警察で会った際には目がいようにギラギラしててかなり怖かったよ。田舎のワンマン経営の会社のお嬢だったら言うこと聞くんじゃねえの？そこそこの待遇だったらそれを捨てて転職なんて考えないだろ。実際、ネタじゃない限り転職したら条件下がるのが普通だし、資格職除く。何の会社だって。仕事は詳しいこと言うと見バレしちゃうからぼかすけど、地元では割と長く続いてた会社で、給料もそこそこ良かったそうな。今は普通のサラリーマンだけど。給料は確かに今のが低いけど、奴隷扱いない分こっちのがいい。って夫本人が言うから、私から言うことは何もないよ。2008年1月9日、9時48分。私は見た、不幸な結婚式すれ。今から数年前、高校時代の友人の結婚式に呼ばれた。彼女は可愛いがゆえに、よくストーカーの被害に遭ったことや、挙句危うくレッされそうになったこともあり、男性不信だった。が、そんな彼女にもやっと信頼できる男性が現れた。それが新郎だ。しかし、式当日に新郎は来なかった。よりにもよって新婦の姉と駆け落ちした。あれ以来、新婦は男性どころか人間不信だ。不幸だ。王道の不幸だ。嫁姉&新郎も、もっと前かずっと後に逃げればいいのに。その後の新郎&新婦姉は逃げたままなんだろうか？親たちにしてみれば花嫁が土壇場で妹から姉にチェンジしただけのことだし、孫ができたら、昔のことは水に流してあっはっはって新婦以外は結構平和に暮らしていそう。親たちにしてみれば花嫁が土壇場で妹から姉にチェンジしただけのことだし。これは新郎側だけじゃね。新婦側は微妙だぞ。逃げられたのは娘、奪ったのも娘。しかし子供が生まれれば孫だしねえ。2009年2月7日、22時31分。私は見た、不幸な結婚式すれ。新郎に横連呼した新婦の友人 B が、無理やり関係を迫った新郎とのハメ撮りをデジカメに入れたまま披露宴に持ってきて、高砂にいる新婦に見せた。披露宴途中で花嫁と新婦親族が消えた。私たち出席者は新婦の体調不良ということで中座したが、なんで新婦親族までいなくなるのかわけもわからず、披露宴が終わるまで何が起こったのか知らされなかった。ちなみに、中高同級生で新婦側友人として出席しました。そのやらかした友人 B は短大時代の友人らしい。その人も披露宴途中で消えました。その後詳しく。ツッコミどころ満載なのな。不幸だね。でも無理やり迫られてなのかとか本当のことはわからないし、無理やりだったとしても他の女と寝るような男は結婚しなくて正解だよ。でもその友人は、新郎が好きでしょうがなかっただけなのか、新婦に思うところがあったのかわからないよね。もちろん結婚は取りやめ。入籍前だったので、慰謝料等は新郎に請求のみ。友人 B は相手にするだけバカみたいなので無視。新郎は泣いて謝って、なんとか許してもらおうとあの手この手だけど、妻の友達と分かってて手を出してハメ撮りまでするような人は、とてもじゃないけど信用できない。と新婦父が丁重にお断り、私たちにも、なんとか仲を取り持ってくれ。と連絡があったけど、友人 B のことはもともとよく知らないし、悪いのは新郎でもあるから何にもできませんよ、とお断りしました。しかしなんでそんな写真撮るのかね？確信犯だったのかな？世の中には、他人が不幸じゃないと安心できない人がいるみたいだからね。友人 B が寝取った子か。飯馬だよね。新郎か新婦に恨みがあったんだろうね。気の毒だけど、遅かれ早かれ起こることなら入籍前でよかったのでは。関係ないけど、横連呼って陳相談の名前ぽいよね。横連呼。オーアシスなんだな。ここ読んでると、入籍は結婚式後にしようと思ってしまうな。結婚式せずに済むものならしたくないと思ってしまう。2009年2月1日、13時19分。何を書いても構いませんのですれ。農家って本当にこういう人たち多いのか。昔似たような騒動にあったんだけど、あれは少数派だと思ってた。ちょうど結婚式絡みの話なんでここに書いとく。8歳離れたいとこ姉の結婚式当日、親族控え室に使ってたロビーで、新郎側の親戚とうちのおじたちの間で大喧嘩が始まった。いとこたちや妹と一緒に、何の騒ぎと思って見に行ったら、いきなり近くにいた男の人たちに私と妹、いとこ妹は腕を掴まれて、そのまま真ん中に連れて行かれた。わけがわからず、何ですか？と聞くと、なぜか。歳はいくつだ？と聞かれた。状況がつかめないまま答えると。よし、これはすぐ丸々できるぞ。こっちは子供だけどすぐ育つだろ。丸々は方言らしくて聞き取れなかった。そこへ年取ったおっさんがわらわらやってきて、
じゃあ俺はこっちもらうわ。うちは若い方でいいわ。1年まるまるすりゃ使える。こっちは偉い子供だな。体は大人だからまるまるして。そこへ、向こうで大喧嘩していたおじたちがこっちへ飛んできた。集まったおっさんたちを突き飛ばして私たちをかばうと。いい加減にしろ。お前ら本気で許さんぞ。そう言って、いとこ兄に私たちを連れて行かせた。その後結婚式は中止。私たちはよくわからないまま先に家に帰らされ、おじたちや父は深夜も遅くなってから、疲れ切った顔で帰ってきた。そしていとこ姉の結婚は破談。原因を聞いても、子供が耳にして良い話じゃない。と言われ、それきりになった。脳臭い。あ、臭い。臭い臭い。それから10年近くが過ぎて、最近やっとことの真相がわかった。結婚式当日、突然新郎側の親戚が、おじたちにこんなことを言い出した。さっき見たら娘がまだ3人も余ってた。行き遅れになると面倒だろう。こちらにも未婚の男がいるんで、ついでだから今日一緒にまとめてもらってやる。ちょうど今日は結婚式だから、便乗すれば安上がりで手間もかからない。終わればそのまま連れて帰ってやってもいい。最初は悪い冗談かと思ったが、どうやら向こうは本気らしく、女を連れてこいとごね出した。そこへ私たちが様子見にやってきて、あの騒ぎになったそう。家畜の売買じゃあるまいし、聞いた時には呆れ返った。この騒ぎで、新郎と両親は一応謝罪はしていたけど、親戚は全くこちらに顔を出さず、行き遅れをもらってやるのが何が悪い。と言い張り、逆に、式を勝手に中止したから慰謝料払え。と言い出した。新郎自身は、他の報告者さんの新郎のように、泣くばかりだったらしい。話は平行線でいつまでも続きそうだったらしいけど、知り合いの意見で弁護士を入れ、つてをたどって国会議員に知り合いがいることを匂わせたら、こちらが拍子抜けするくらいあっさり謝罪してきて、向こうから式の費用と慰謝料をしつけてきた。いとこ姉はその後ずっと独身だったけど、幸い良縁に恵まれて結婚。一昨年男の子が生まれて、忙しいけど幸せだと笑ってた。ところで、行き遅れと決めつけられた私たちだけど、当時私は16歳、妹14歳。いとこ妹は13歳になったばかりだった。対して、集まったおっさんたちはどう見てもうちの父親より年上ばかり。自覚なかったけど私らそんなに老け顔に見えたのか。と妹と一緒に落ち込んだ。その親戚、紛れもないだ。最強すぎるな。うっばぁ、最低な話だ。その新郎側の親戚って本当に日本人か？心からオツでした。村社会の呪縛って物理的な距離を置かないと逃れられないからね。子供の頃から植え付けられた力関係は、ちょっとやそっとじゃ拭えないよ。上に、農家は志向が尋常小学校卒業で止まってる、なんて意見が書いてあったが、どうやら戦国時代以前で止まっているらしい。謝れ。こんな下等生物と一緒にしたら戦国時代の人に失礼ですよ。戦国時代は嫁も若いけど、旦那も若かったぞ。戦後農村のノリだな本当に。2011年3月24日、11時21分、私は見た。不幸な結婚式すれ。長年付き合っていた二人から、略奪婚をした新婦。結婚式当日、スピーチで新郎の元カノ登場。会場にはそれまでいなかった。固まる新郎新婦。お二人ともおめでとうございます。と笑顔で始め。新郎はとても素敵な方で。と、付き合っていた時のことをうまくオブラートに包み、持ち上げ。お幸せに。と締め。上手なスピーチに会場も盛り上がる。すると新郎大号泣。急に立ち上がり、元カノに。待てくれ、俺はお前が好きなんだ、愛してる、許してくれ、戻ってきてくれ、と大絶叫。元カノは、無理です、と笑顔で即答し颯爽と立ち去る。どういうことだ、と詰め寄る新婦親族。ごめんねー、元カノさん、と泣く新郎親族。元カノひいきだった。略奪婚がバレ、両親にボコられる新婦。最終的に破談。新郎も新婦も親族から縁切り状態。ついでに友人たちからも縁切り。元カノスピーチも事情を知ってる友人たちで仕組んだもの。元カノは、ドキュン行為にみんなを巻き込んでごめんなさい。誰も幸せになれないね。とすごく反省してたけど、正直スッとした。結婚も婚約もしていないのなら略奪婚とは言えないんじゃないか。子供ができたわけでもなさそうなのに、元カノに思いを残したまま結婚する新郎がよくわからん。新婦側両親が自分の娘に激怒って、何かえげつない方法で元カノから奪い取ったとか？まあこれは男がバカだし悪いな。新婦視点。大好きな彼とついに結婚が決まった。長く付き合ってた彼女がいるのは知ってるけど、好きだったので何度もアプローチしてやっと振り向いてくれた。涙が出るほど嬉しかったし、彼も私を大事にしてくれるって言ってくれてる。前の彼女には悪いとは思うけど、結婚してたわけでもなく、婚約してたわけでもないし。そう思って、数ヶ月の時間と大金をかけて挑んだ結婚式当日。突然、元カノが登場。なんで？
なんで？あの時ちゃんと話し終わったはずなのに？なんで数ヶ月も経ってからこんな形で？しかも彼が泣きながら、お前が好きだって叫び出すわ。姑たちも彼女に対して泣きながら謝り出すわ。両親も突然激怒して。なんで私が殴られるの？なんで彼女はこんなひどい仕返しを考えたの？この数ヶ月の間、話し合いの場を持ってそれなりに大人の話し合いでもしてくれてたら。ああ、もう死にたい。それ、元カノと友人と彼氏に損害賠償請求できるし、余裕で通るよ。元カノと神父二股状態になり、元カノに捨てられたんじゃなかろうか？ああ、でもそれだったらわざわざ元カノが結婚式ぶち壊しに来る必要はないね。新郎も元カノもよくわからん人だね。新郎新婦は家族、親戚、友人に縁を切られるぐらいだから、法的には別として相当ひどい略奪婚だったんだろう。単純に彼が元カノに飽きて新婦に乗り換えたんでしょう。で、元カノもムカついてたから今回のようなことをした。二人を祝福するつもりが少しでもあれば、今回のようなことはしないでしょ。でも結婚前にマリッジブルーになって、前の彼女の方が良かったかも。と新郎がなっていたところに元カノ登場、頭がお花畑になり、お前の方が好きなんだ。新郎、元カノどちらもただのおバカですな。新婦は枯れて正解だ。ついでにこういうこと仕組んだ友人も同レベルだからカットアウトで正解。ドキュン三人組がドキュンなことをお互いにし合ったって感じなのに、なぜか元カノがいい人視点で書かれてるのに違和感。多分レス主さんが元カノ支援者なんだろうけど、客観的に見たら元カノもドキュンだよ。長年の付き合いで、両家周知の中で元カノも周囲も当然このまま結婚すると思ってたのに、新婦が新郎に横連星アタックしまくり、陥落した新郎が手を出し散々揉めた末に元カノを捨てて、友達全員に仕返しを企まれるほどの鬼畜っぷりだったとゲスパー。略奪婚じゃなかったですね、すみません。すみません、ついでに説明不足で後出しですが、新郎と元カノは結婚の話が出ていた。正式な婚約はまだ。そこにちょっかいを出した新婦。結婚前に私と、元カノ、そんな誘惑に乗るやつと付き合ってられない。とばっさり、未練たらたらな新郎に。私はずっとそばにいるよ。結婚しましょう。な感じでスピード婚。元カノがスピーチに出たのは、ただ単に嫌がらせをしたかっただけとのこと。もし新郎新婦が全く気にしなかったとしても、それはそれで、自分惨めだと自覚してケリをつけようと思っていたらしい。バッサリ切り捨てたとはいえ、長年付き合ってた情があるから。新婦がボコられたのは、相手がいると分かっているのに手を出した娘が許せなかったからみたいです。詰め寄られた時に、新郎が泣きながら元カノへの思いとともに敬意を暴露したため。子供ができて仕方なく結婚ではなくて、単に新郎が新婦に心変わりしただけでしょ。この物語の登場人物。A を。B ことは長い付き合いで当然結婚するつもりだが、突然の C 子のアタックに揺れる。結果として B 子を捨て、C 子と結婚することになるが、内心、これで良かったのだろうか？というわだかまりがある優柔不断ダメを。B 子。A 子と長い付き合いで当然結婚するつもりだが、C 子のアタックに揺れる A を見て同様。C 子がかなりひどい裏工作までしてきて精神的にも参ってしまい、散々揉めた挙句 A 子と別れることに。A 子とやり直したいという意思はないが、二人には何らかの形で仕返しをしたいと復讐を心に誓う。C 子。A を横連呼するアタッカー。裏でかなりひどいことをし、周りを巻き込んでも自分のものにしたいというわがまま女。結果として、B 子を押しのけ A 子の妻の座を得ることになるが、元カノがスピーチに出たのはただ単に嫌がらせをしたかっただけとのこと。結局これが一番気持ち悪い。わざわざ他人の結婚式に出向いて、結婚式ぶち壊す嫌がらせって、どんだけ？そりゃ自分の恋愛壊されたのはムカつくだろうけど、それ以上の仕返しするって、なんかこの人怖いわ。確かに元カノは、何も恨み事も暴露もなくお祝いスピーチしただけだな。自爆したのは新郎だし、企画側も元カノも、せめても形を変えて気持ちを晴らしてあげたかっただけで、そこまで転がったのは誰だって想定外じゃないだろうか。これがさ、元カノが新婦たちに嫌がらせの意味を持って招待されていてスピーチを頼まれていたんだとしたら、暴露もせず上手なスピーチをしてグッジョブってことなんだけど、当日招待されてもないのに出向いて、頼まれてもいないのにスピーチしてっていうのがやっぱキモい。読んでると、元カノ、彼、今カノ、三人ともバカだな。この場合の不幸は、招待客が不幸ってことで、招待客が不幸ってことで、それだ。新郎が取り乱さなければ何も起こらなかったんじゃないの？2012年5月17日、23時34分。私は見た、不幸な結婚式すれ。先週行った結婚式が不幸すぎた、と思ったんだけど、投下していい？どうぞ。夫婦で新郎友人として出席してきました。新郎と旦那が幼馴染みで、付き合ってる時から私も仲良くさせてもらってました。新婦もなかなか可愛い子で、アホな余興やバカ騒ぎするような人もおらず、まったりないお式&披露宴でした。で、披露宴の終わりに、新婦から最後に一言あるそうです、みたいな司会が入り、新婦が一言。
実は先日、赤ちゃんを授かっていることがわかりました。いい日にもなり、さらに赤ちゃんも授かることができて嬉しい気持ちでいっぱいです。とスピーチ。一部で。結婚か。とか言ってる人もいたけど、多くはおめでとうムードで大盛り上がり。そんな中、私ら夫婦と、見れば新郎も固まってた。実は式の1ヶ月前に、新郎から、俺、無精子症だった。と、相談を受けていました。スピーチ聞いた瞬間は、あ、でも子供できたのか?とも思いましたが、新郎の顔を見ると、目を見開いて固まってる。おめでたムードで盛り上がる会場。新郎びっくりしすぎて固まってしまいましたね。と司会者、新郎くんお父さんになるんだよ。と嬉しそうな新婦。新郎と私たち夫婦だけが固まっていました。うわぁ。どうなったのか先が気になる。うわぁ、その後の修羅場決定。その後は、二次会に新郎は体調不良ということで不参加になり、新婦だけで二次会行ったそうです。私たちはもともと二次会不参加だったのですが、もう二人とも新郎大丈夫かということで頭いっぱい。すると新郎から連絡があり、三人でちょっと飲まないか。とのこと。もう悲しいやら悔しいやらを通り越したのか、無表情でした。新郎。ことの発端は、相談を受けたさらに前だったのですが、新郎と旦那ともう一人幼馴染がいて、その幼馴染がなかなか子供ができずに検査の結果、不妊症だったようです。それで、知るなら早めの方がいいよ、大丈夫なら大丈夫で安心するしね、ということで新郎と旦那も検査に行き、新郎はそのような結果だったようです。無精子症と言っても、もしかするとがあるかもなどと言っては見たものの。いやいや、俺できちゃった婚は嫌だったから、子供は結婚してから欲しかったから、いつもゴムつけてたんだ。というか俺がゴムいつもつけてんの見てるし、知ってるはずなのに。とのこと、別れるのか聞いたところ。正直もう愛せない、無理。でもとりあえず頭落ち着けて感情的にならないようにする。感情的に問い詰めたらあっちも感情的になって、おろすとか言うかもしれない。子供には罪はないからそれだけはダメだ。だそうです。あと検査結果言わなかったのかも聞きましたが、私たちに相談した後に言ったらしいんですが。でも絶対ってわけじゃないんでしょ?大丈夫だよ愛の力でー。みたいなこと言われたみたいです。籍を入れてたなら生まれる子は新郎の子になっちゃうけど大丈夫か?大変だ。愛の力で奇跡が起こった方にかけてみるわ。新婦オツ。ゴムプラス無精子症を覆す、愛の力か。少なくとも、新郎への愛ではないのは確かだな。新郎の心配やら何やらありがとうございます。席はまだ入っておらず、何でも新郎新婦の誕生日が今月で、新婦より、二人の誕生日の真ん中に席入れよう。という案があったようで、21日に入れる予定ではあるようです。あくまで予定ですが、新郎はもともとは保育士になりたかったくらい子供好きなので、おろしてしまうのはすごくいやらしく。なんかもう一番いいのは、俺たちが黙ってて俺が我慢してこのままにしておいて、子供生まれても浮気が続くようならその時別れた方がいいんじゃないか?生まれても浮気するようなら俺が真剣もぎり取るし。などなど言い出しているので、おろすのを勧めるわけではないですが、もうちょっとよく考えて、と夫婦で止めております。これ以上は不幸な結婚なのですれ違い。未入籍だったのが不幸中の幸いですな。新婦も結婚するからって浮気を解禁しちゃったのか。一時の感情に流されたら、一生赤の他人の子供を養っていかなきゃいけない。この先の人生が台無しになっちゃうよ。とりあえず入籍は延期して、両家両親も交えて話するように進めてあげてほしいな。スレミンの言う通り、入籍延期して両家両親交えて話し合いした方がいい。入籍してからでは、離婚しても養育費が発生する。新郎が今後新たな家庭を築くときに、金銭的に家庭二つ持つようなもんだよ。子供に罪はないと言うけど、愛のないギスギスした家庭に育てられる子供もかわいそうだよね。2ヶ月後、2012年7月13日、18時17分。もう覚えてる方いないかもしれませんが、以前、不妊症の新郎が新婦からできちゃった報告された披露宴にいたものです。後日談を、とあの時言われていたので、すれ違いになるので結果報告だけしに来ました。とりあえず全部流れました。結婚も子供も。終わり際に修羅場もありましたが、なんとかなりました。そういえば浮気相手の男は聞いたところ、新婦からフリーと聞いていたようで、結婚することも知らなかったようです。誰も被害者だったのかなと。すれち失礼しました。